I love you だって。 I love you 私はあなたを愛す。ありがとうと私です、ね、香川行く前の配信ぶりなので、多分30日ぶり、今日は3日ですね。もう12月突入しました。香川から帰ってきました。香川に行ってたんですよ、舞台で丸亀に帰ってまいりました。一瞬だった。香川の思い出はうどん、結局食べなかったんだけど、醤油豆を食べました。醤油豆、あとはね、香川ピカソっていうスーパーに行った。みんなで稽古の合間にみんなでピカソっていうスーパーに行きました。でヤンヤンつけ棒を食べ、みんなで買って食べました。あとね、あのなんだっけ、うどんキャラメル、うどん風味キャラメルみたいなのを、あの葵たんが買ってて、伊藤葵ちゃんが買ってて、一人じゃ食べきれないだろうからって言って、みんなでね食べました。うどんキャラメル食べた。うどんは食べなかったけど、うどんキャラメル食べた。うどんだった。うどん風、うどん味のキャラメル、ぜひ皆さん食べる機会があったら買ってみてください。お、ピカソわかる？会場の近くにね、あったスーパーです。稽古のね、休憩時間に行きました。うどんとかね、マジ食べる暇なかった、本当にね。公演がさ、終わる時間も遅かったし、ご飯やっぱね、行く時間なかったです。普通に前日も一日中稽古してたし、そう、ほんと朝から夜までやってたからね、ご飯行く時間がなかったですね。今日も朝がだったし、だけどもう旅公演がね終わっちゃったから寂しいです。すごく楽しかったから、もう終わっちゃったのが寂しいですね。本当にスタッフさんも含めてみんなめちゃくちゃ怒涛のスケジュールで毎日やってたから、乗り越えたのすごい。てか、あの坊ちゃん劇場にいると1日1公演が基本なんですけど、やっぱ旅公演だと1日2公演がそう普通だから、大体2公演だから、この2公演をたくさん乗り越えてきたから、めちゃくちゃ鍛えられたなって思います。そう、やっぱ会場が変わると全然違うんですよ。だから本当に一から全てね変えるんです。それがもうね、やっぱ大変ですね。旅だと会場が変わると立ち位置とか全てあの決め直さないといけないので、お芝居も曲も全て1から立ち位置をそう変えなきゃいけなくて、昨日 あの丸亀とかそれこそ花道がない会場だったので変更点も多くて、まず1から全て確認して、で全部通してみたいなのすごい大変でした。
でも楽しかったですね。でもそれなんかやっぱ会場が違うとその面白さもあってね、全然見方が変わって面白かったですよね。確かいい経験だったなってすごい思います。嬉しい、こんなにいろんな会場でやらせてもらってすごく嬉しかったです。楽しかった。明日からはまたあの坊ちゃん劇場で公演が再開されますけど、どうすごい坊ちゃん劇場にさ行くの、昨日すっごい久しぶりに行って、え、昨日？今日っていつだよ、今日か、あれ今日だっけ、今日か、今日すっごい久しぶりに行って坊ちゃん劇場に、変な感じがしました。めっちゃ久しぶりだと思って、ちょっぴり不安ですね。大丈夫かなと思います。すごい。おっちゃん劇場でやるのも久しぶりだから。頑張ります。でも1日1公演っていうのも久しぶりだから。どうだろう、でも、体力とか、絶対余裕ありそう。今まで2公演だったから。あれ、もう終わりってなりそう。終わった後。公演やりたいってなっちゃいそう。そうね、拡大した写真で、ね、私がいい顔してましたよね。いや顔わかんないけど、顔わかんないけどいいよねあれ。ミスアートハッツがふざけてましたね、あの画像で。あのツイッターですごいさ、なんか夢見るつむつむみたいな言ってさ、画像をさ二人とも貼っつけてたじゃないですか。もうあれ以上のね画像をね、もっと LINE でめっちゃ送ってきましたからね。夢見る LINE でね、もっと積んでるやつを送ってきたからね、どん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 すごい、いっぱい送ってきました。おもろい。昨日のあの夜遅くにさ、つむつむ写真で盛り上がってた。今日さ、香川から帰ってきてさ、まあ、片付けとかいろいろやってて、昨日？じゃあ今日？今日出た？今日さ、そう帰ってきて3時くらいから6時くらいまで爆睡してました。なんかさ、やばくないですか？3時？3時から3時くらい
いや寝ようと思って寝たんじゃなくて寝落ちしちゃって6時くらいにパッて目覚めて「え寝てた」みたいな、すごい爆睡してました。昨日はすごい、でも本当に昨日はすっごい疲れた。終わった後やっぱずっと旅公演が続いててさ、みんな言ってたけどもうくったくたでした。めっちゃ寝てました。てかめっちゃ寒くなったよね。私さ本当、いや12月だからそんな当たり前、寒いの当たり前なんだけどさ、上着とか全然持ってきてなさすぎて超薄着、秋服でしか着てなくてさめっちゃ寒い。ちょっとやらかしました。来る時はさそんな寒くなかった気がする。うん、そう暑かったもん前、愛媛来た時はまだ。今めっちゃ寒くてさ、いや来る時いやさすがにコートは早いかとか思ってコートとか持ってこなかったんですよ。もう今コート持ってこなかったの超後悔してる。マジパーカーと超薄めの秋コートみたいなのしか持ってなくてさ超寒い。コートはさすがに早いよと思って持ってこなかったけど、でコート持ってくると さただでさえ荷物多いからさ、なるべく減らしたくって、でも持ってくればよかったと思いました。まああとちょっとなんでね、姫にいるのもあとちょっと耐えればって感じですけど、重ね着します。重ね着あと4日くらいだから、行かないように。てか今更だけど背景めっちゃ可愛くないですか。もうクリスマス仕様になってる、めっちゃ可愛い。なんか12月っていうのが信じられないんだけど、12月感ない、全然。クリスマスももうすぐだね、もうすぐだね。いっぱい寝たのにまだ眠いです。明日は14時公演なのでいっぱい寝れそう。ゆっくり、今日はいっぱい寝ます。最近髪とお肌の調子が良すぎて感動してるんだよそれだけ。治安がいい、肌の治安、髪もめっちゃ熱い。いや美容室行ったからかな、かシャンプーがいい、やっぱいいのか。
両方だな。乾燥してる。乾燥はね、全然してないですね、本当に。あのさ、私本当にお水を普段全然飲まないって言ってるじゃないですか、よく。あの舞台中だとさ、あの絶対お水をたくさん飲むからさ、それかなって思ったり、ありえるよな。500ミリペットボトルを舞台中ね、3カ所にね用意してもらってて、それをまあ飲み切りはしないけど、公演中でほとんど飲むから、絶対あの普段だったら500ミリリットル1本分も飲みきれないくらいなんですよ、私本当に。だけど1本分は絶対飲む、もう2本分くらいは絶対飲んでるから、それかなって思ってます。わかんないけど、でも水ってね大事っていうじゃないですか、お肌に潤わされてるのか。続けていきたい、続けていきたいです、本当に。髪の毛はね、本当美容室行ってから生き返った感がめちゃくちゃある。すごく綺麗になりました。サラサラサラ、気分が上がります。髪の毛が綺麗だと、うん、同じ話か。12月5日で24、25、ああ、クリスマス、なるほど。だってだって同じ会待ってます。お、今日は3日、今日は3日ですよね。お話し会待ってます。待ってます。24、25は、あ、どっちかはまだ決めてないけど、クリスマスサンタさんになるので、多分サンタ、クリスマスだからね、来ないと、いや来るしかないよね、来ないとか泣くね泣くね待ってるの、うん、待ってるよ。ナルタオチャンネル見ました？ナルタオチャンネルに吉田が出てるよ。あのこの前朝倉祭りに出させていただいた時の動画を上げてて、ちょっぴり出てます。ネギ飛ばしてます。ぜひ見て。ネギ飛びます。柿落としてた。いや、柿を、柿ってさ、やっぱなんかぬるっとしてるじゃないですか。ちょっとなるちゃんも落としてた、みんな落としてた。柿美味しかった、美味しかった本当に。うーん、
みかんも茎も美味しかったですよ。イエーイ。楽しかったな。あれが20日だもんね。早いね。そっか、明日の配信あるんだったね。そうだ、皆さん明日ジョンマイラブ配信あるらしいですよ。配信見れるんでぜひ見てください。もう忘れてた。そうじゃん、皆さん配信見てください。ぜひ。配信っていくらで見れるの？チケット。ジョンマイラブはさ、観劇のチケット代もそもそもめちゃくちゃ安いじゃないですか。舞台あの値段で見れるとはみたいな値段じゃないですか。2700いくら、このくらいで買えるの？そう、配信がね、割とちょこちょこあるんですよ、ジョンマイラブは。日曜日か、明日。ぜひ見てください。配信の日はね、楽屋トークっていうのもあって、舞台の配信終わった後に、私とね、明日は、万次郎の引田さんと、お里役の千里とね、3人で楽屋トークです。2500円、安い安いだって。ぜひぜひ配信見てください。お値段なんと2500円、安いあれ大好き大好き、あれみんな大好きだよね安いそうそう、楽屋トークは皆さんからお題を送れるんですよ。メールだっけ、メールでね、その楽屋トークで喋ってほしいお題みたいなのを、質問的なのをなんか送れるんですけど、そのいただいたお題に答えていくっていう、3人でトークしながら答えていくっていうのもあるんですよ。だからぜひぜひ、そう、質問コーナー、いろんな幅広いね、質問いただきます。愛媛の思い出的なやつから舞台に関してとか、そうそう、抽選で3人で取ったチェキも当たったり、ね、いっぱい盛りだくさん。ぜひぜひ。あ、ありがとう、アドレス、タートシさんがこう書いてくれてる、ここまで、このアドレスまでメールをね送ってくださったら選ばれるかもしれません。それに答えていきます。ぜひぜひたくさんお待ちしてます。面白い質問をとてもセンスのある質問をお待ちしてます。楽しい楽屋トーク。でも楽屋トークもまだ3回目とかですね。2回くらいしかやったことない気がする。やったことあるっけ。まだ2回しかやったことない気がする。全然、そう、だから3回目。1回目は、そうだよ。
そうそう、まだ3回目。じいちゃんとやるのは初だから、え、すごいね、めっちゃ面白い組み合わせだから楽しみです。どんな感じになるのか。そう、アフタートークショーもやりたいんだよ。やる機会もないのかなと思いつつ、あれがどういう基準で決まってるのかはよくは知らないんだけど、やりたい。アフタートークショー楽しそう。アフタートークショーって何やるんですか全然知らない。みんなの方が知ってそう。楽しそう、いいな、私もやりたい。もう10時、何時までしようかな。9時半からしたから1時間くらいやる。話題に応えて最後撮影タイム。あの撮影タイムあるのいいよね、めっちゃ。あれがいいよね、あれしたくないですか。私撮りたいでしょ、みんなみんな私撮りたいですよね。私もみんなのカメラに映りたいもん。ああやってカメラに押さえてほしいもん。あれ撮影タイムいいよね。え、やりたいんだけど、アフタートークショー。ちょっといろんな人に言ってみようかな今から言ったところでやれるのか分かんないけど。ねえ、もっとやってほしい。やるの大変なのかな、あれ。ねえ、絶対いっぱいやった方がいいですよね、あんなのね。あんなのいっぱいやった方がいいですよね。やっぱ大変なのかな、やるの。なんだろうね。絶対にいっぱいやった方がいい。嬉しいから、あれは。私が見てる側だったとしても、あれはね、本当に嬉しいと思いますから。もっとやった方がいいと思いますと思う。わかんないね、やっぱいろいろあるかもしれないんですけど、ぜひね、まあわかんない、5期で やれるチャンスがあるかもしれないけど、いつかできたらいいな。いい、携帯のみ。なるほど、携帯で。今日はもうね、寝れる、すぐ寝れる。歯を磨いたらすぐ寝れる。最近メイクして配信することないですよね。いつも最近スピン多くない？スピンいつ？メイクしてる日の方が少ないか。そうだったそうだった、私いつもスピンだった。イエイ。
イエーイ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 。いやいやいえ、こんばんは、こんばんは。スピカでもあまり変わらないって言われる。そう、顔がね、多分濃い方だからだと思います。こう顔、濃い顔。変わりたいけどね、メイクしてあんま変わらないって言われがち。濃いめです。イエー、コンピラさん登ってきた。いいなぁ、コンピラさん行きたかったな。頭の神様、コンピラ様よ。コンピラ、ちょっとちょっとちょっと、元気やで。うへへへ。面接面。鉄のメイク大丈夫かなと思いつついつもやってます。あれが正解なのか分かんない。薄いかな、濃いかなとか分かんないけど、とりあえずやってる。どうなんやろ。うどん学校、松山城行ってないです。松山城にね、行かないとダメなんです。私はいや絶対に行くって決めてるんで、絶対に行きます。はい、絶対に行きますから、よろしくお願いします。何の、よろしくお願いします。絶対に行くと決めてるんで。割と本当にね、なんでこんなに割とさ、いろいろ行くつもりだったけど、いろいろ行く時間がないという、まあまあ旅公演が今続いてましたからっていうのもあるけど、もうすぐ終わっちゃうしなみたいな。松山で行ったところは、松山もさ全然行ってない。え、松山もさ全然行ってない。道後温泉は温泉入らずに、あのなんだろう、ご飯屋さんみたいなとかだけ。松山は高島屋みたいなとこに行きました。そこだけと美容室行くために松山行った。あとコスメ買うためにお買い物一瞬しただけ。松山城は行ってない。
あとエミフルだっけ行きました、だいぶ前に、松山じゃないけど、そう松山城絶対行きます。100回登頂すると証明書もらえるらしい、やば、100回か、リフト逆になる。それは絶対に、それだけは絶対にやりません。バナナジュース、そう、もう愛媛に来た時に美容室行きたすぎて松山まで行きました。観光全然できてない。もっと観光するつもりだったけど、言ってどっこも行ってない。割と一番なんだろう、スケジュール的には大変、いろいろ行く時間ないかも、一番私行きたかったな。7日まで出るけど、その後もすぐ東京帰らないといけないしね。松山城だけは絶対に登って帰ります。すごい忙しいよ、割と17周年、もうすぐだね、早っ。10分、半までやろうかな、半になったら終わります。え、待って、嘘、 AKB 来た、すいません、こんなめちゃくちゃ被る時間に配信しちゃってて、ダブルで見よう、みんなテレビと。ごめんなさいね。ここにあるけどつけれん。暑テレビがここにあります。暖房つけてる、めっちゃ暖かくしてます、部屋。あ、雪だ、雪だ、
雪だわありがとう、キラキラ。ナイス。昨日ハーゲンダッツ食べた。755に乗せてたやつ、あれ何味だっけ、キャンディングなんとかナッツみたいな、期間限定って書いてたから買って食べました。美味しかったよ。頑張ったからね。香川だけど、ご褒美にハーゲンダッツを食べました。アイスまんじゅうさ、今カヌレ味みたいなの出てますよね。なんかこの前見かけたカヌレと思って買わなかったけど食べたい。美味しそう。食べた人います？コンビニで見た。確かローソン。食べたい。カンレ。アイスまんじゅう。カヌレ大好きだから食べてみたい。カヌレ味のアイスってどんな感じなんだろう。美味しそう。でもカヌレ最近すごいね、流行ってるよ。私が最近食べて一番美味しかったのは岡山だったかな、岡山のお菓子の高瀬舟かな、名前はそんな感じの洋館のお菓子をいただいたんですよ、差し入れで。それがめっちゃ美味しくって2個も食べちゃいました洋館めっちゃ美味しかった。羊羹大好きなんですよ。ぜひ食べてほしい。また食べたい。あれ本当に美味しかったな。多分岡山のお菓子だった。ぜひぜひ。美味しかった。羊羹にハマりそう。岡山のお菓子を香川で食べました。
月鳥食べたかったな。コンビニにさ骨付き鳥が売ってあった。あのでっかいのがボンって置いてあって、大手まんじゅう食べました。それも差し入れでいただいた大岩さんかな。大手まんじゅう食べましたよ、あんこのやつ。え、多分あれだと思う、大手まんじゅうだと思う、あのこういうやつなんとも言えないこういうやつ、差し入れでねいただきましたよ、岡山のね。うん、ほぼま、あのそうこの旅公演期間で、たくさん差し入れいただいて。でも公園来てくださったみんなもめちゃくちゃ楽しんでましたよねいや、あの私以上に、いやそれはもちろんかもしれないけど、すっごい楽しんでて羨ましくなりました。見たよ、ツイッターとかさタグつけてくれてたからさ載せてたの見たけどさ、みんなめちゃくちゃ満喫しててさ、いや私本当に割とどこも行かなかったから、あのすごい羨ましかったね。え、めっちゃ楽し、めっちゃ楽しんでるやんと思って。いやそれはね、それもちろんですけど、行ったからには思いっきり楽しんでもね、こうやって、いや嬉しいです、幸せな。そう、行けなかったからこそみんなの楽しそうなのを見てこちらまで楽しませていただきました、ありがとう本当に。でも本当にさ、徳島、岡山、香川ってあったけど、みんながどこまでも来てくれてどこまでも来てくれてすごい嬉しかったです。本当にやっぱ安心感、顔見ると安心感、嬉しかったです。いろんなとこ行ったけど全部来てくれて楽しかったよ。めっちゃ食べてるやん。いいな。いいな、いいな。そうそう、嬉しいよ。舞台さ中はさ客席全く見ないけどさ、あのカーテンコールとか漂流中の時とかにはにお顔を見れると嬉しくなりますよっていう。イエーイ。
いいなぁ、いいなぁ。私も、でも私はうどん風味キャラメル食べれたのでそれで満足です。うどん風味キャラメル、うん、うどんだったな。それも別にさ、香川で食べずにさ、愛媛帰ってきてからあの坊ちゃん劇場でみんなでさあの開けてせーの炙って食べました。どんな味、マジでうどん、うどんの出汁の味がすんの、うどんだ。でもキャラメルのあの食感、でも味がうどんみたいな変な感覚になる。あ、私は今何を食べてるんだみたいな感じになります。あれはすごい、味は本当にうどんのような出汁の味がするの。でも見た目と食感はキャラメルなの、キャラメルなのにうどんの味でみたいな、すごいさ変な感覚になりました。うん、もうそれを食べれたので私は満足です。あと今日の朝醤油豆を一粒食べた。一粒醤油豆っていうのが香川有名らしくて美味しいってね、葵たんがすごい言ってきたので食べました。一粒、色は白いの。だってキャラメルはさ大体あの色じゃないですか、茶色の。真っ白、真っ白というか白いなんですよ、白いキャラメル。で見た目キャラメルなの、色は白いけど食感もめちゃくちゃキャラメル、あの感じで、あのさ口にちょっと残る感じというか、あもうくっつくくっつくみたいな感じとか、もうキャラメルなんですけど味だけはもううどんなんですよ。ちゃんとうどん、なんかもう甘いとか全くない、うどんの出汁の味がするんですよ。ちょっとぜひ気になった方は買ってみてください。はい、ぜひぜひ。うどんキャラメル、うどんけんさんっていうのがいましたね、見ればわかる。そうそう、うどんキャラメルと私の香川丸亀の思い出はうどんキャラメルと一粒の醤油豆とピカソっていうスーパー。ピカソでも別にヤンヤンつけ棒とおにぎりしか買わなかったけど、丸亀感あるもの何も買わなかったけど、あのそのねヤンヤンつけ棒をね買った経緯がね、そのピカソにあのガチャガチャがあったんです。スーパーでほらちょこっとさガチャガチャコーナーみたいなちょっとあるじゃないですか。それになんかお菓子のキーホルダーみたいなのがあって、そこにヤンヤンつけ棒があったんですけど、あの舞台一緒出てる松原楓さんがヤンヤンつけ棒って何みたいな言ってて、で葵たんと千里ちゃんがねと私でってなって、ちょっとじゃあ買いましょうって言って、そうみんなで買ったんですよ、ヤンヤンつけ棒で。みんなで楽屋に帰ってさヤンヤンつけ棒食べて、美味しいねって言っていい思い出。ヤンヤンつけ棒なんか小学生の時さめっちゃ食べてたの、懐かしくなっちゃってしみじみしてた。パンダのイラストのやつなんかちっちゃい頃めっちゃあれ好きでさ食べてたなと思って、なんかほら小学校とか幼稚園とかの帰りにさ弟となんかママとかとスーパーに寄って帰るじゃないですか。でなんかお菓子ほら好きなの1個だけ持ってきなさいみたいな、1個だけよみたいなあれでよく買ってたな。ヤンヤンつけ棒食べるの難しいんですよね、あれ。ヤンヤンつけ棒知ってますか皆さん。ヤンヤンつけ棒
寝る寝る寝るね、もうそうよ、寝る寝る寝るね、思い出のヤンヤンつけ棒可愛くない、みんなでヤンヤンつけ棒を買ってさ食べるのすごく可愛いと、それが思い出、香川の香川の思い出、それです。楽しかったな、楽しかった、観光という観光こそできなかったけど、みんなといろんなとこに行けただけですごい楽しかったですね、うん、もう30分になっちゃった？なっちゃったかな。早い、あっという間。お、ちょうど。ありがとう。じゃあスクショタイムでーす。スクショタイム。今日めっちゃさ髪綺麗なんだけど、本当にまとまってる。ありがたいわありがたいわ、なんかポーズの案ください。はい、チーズ、カシャカシャカシャ、今日漏れてるよね、嬉しい、本当ありがたい自分に本当ありがたい、感謝。なんかポーズください、あ、エイトポーズ、イエーイ、大根、大根投げポーズね、あの時多分すっごい顔してると思います、万次郎さん怖いだろうなと思うくらい、私絶対やばい顔してる、超綺麗顔超綺麗顔、無理や、心配していってるのに言うこと聞かないんだから、ジョンマイポーズ、ジョンマイラブ、クリスマスの生写真めっちゃ忘れてた、そう私それ宣伝しなきゃと思ってあのスクショもしてたんですよ、忘れないように、でも忘れてたわ、ありがとう教えてくれてツイートしてなきゃ、あの衣装大好きな衣装、私もぜひぜひ生写真、3枚目くらいのがめっちゃ漏れてた、3枚目か分からないけど、え、待って絶対さエアコンの音だけどめっちゃうるさいよな、めっちゃ今更だけど絶対うわーってなってますよね、ごめんね息でめっちゃ今更だけどすごい音超エアコンの下でやってたから、すいませんね、暖房をガンガンにつけてて申し訳ない、では終わり
終わりますね、配信を。ランキングを最後にお読みいたします。13位わさっぴさん、ありがとうございます。12位ももじさん、ありがとうございます。11位あまつかずさん、ありがとうございます。10位群馬のよっしーさん、ありがとうございます。9位関西栄東氏さん、ありがとうございます。8位 Z さんで、 Z さんが読み方なんで合ってるのかな。7位はやちゃんさん、ありがとうございます。6位鳥親父さん、ありがとうございます。5位ももかんさん、ありがとうございます。4位なつきに3000点さんありがとうございます。3位ジャリングさん、ありがとうございます。2位コタンさん、ありがとうございます。1位タートシさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、バイバイ、ありがとう、初めて呼ばれてありがとう。じゃあまたね、明日ジョマイラブ来てくれる方楽しましょうね。イエーイ、じゃあね、ありがとう、おやすみなさい、バイバーイ。